じゃあ、ジュンさんに影響を与えた音楽っていうのを教えてもらいたいんですか？はい。最初に、一番最初に音楽が、こう、楽しいみたいな。やりたいとかじゃなくて、楽しいって思ったのが、ソウルフラワーユニオンですね。はい、ここに行きます。ソウルフラワーユニオン。で、大阪のバンドなんですけども。これが多分うちの親が結構好きで、車の中でよく流れてて。で、ほんと昔、小学生の時とか全く音楽興味なかったんですけど、なんかこれ聞いたら結構楽しいなみたいなのあって。で、そっから親に、ソウルフラワーユニオンのライブにたまに連れて行ってもらうようになって、で、そっからなんか普通に、なんとなく音楽聴くみたいになりました。で、その次が自分でバンドをやろうみたいな気分になったのがこれです。ブラッド・サスティ・ブッチャーズのこのアルバムを多分小学校6年生ぐらいの時に聴いて、で、もうかっこいいんですよ。もうとにかくギターの音から何から。で、同じギターも買ったし。で、この時に本当にバンドをやろうって思ったきっかけがこのアルバムですね。このアルバムのジャック・ニコルソンを聞いた時に、あ、自分もこういうことをやりたいってなったっすね。で、次行きますね。で、別に音楽性は決まってなかったんですよ。どんなバンドやりたい。別にブラッド・サースティ・ブッチャーズみたいな音楽をやりたいってわけではなく、なんかバンドをやりたいって漠然と思ってたんですけども、次は、うちの実家がロックバーみたいなのやってるんですけども、そこにある日お客さんが、なんか俺パンク聴いてたんで、これも面白いんじゃないっつって持ってきたのがこれですね。ファイアースターターのファーストアルバム。で、これを聴いた時に、あ、自分もこういう音楽をやりたいって初めて思って。音楽の楽しさはソウルフラワー。バンドをやりたいって思ったのはブラッド・サッシ・ブッチャーズ。こういう音楽やりたいって思ったのがファイアースターターっていう感じです。